はい、どうもこんにちは、ザワと申します。アマカの実況を続けやっていきましょうかということでね、まあ前回まあ先輩とね投稿して、で初投稿でね、でまあ小春ちゃんとあとは巫女姫ね、なんかねあったりとかありましたねということでね、今回も続きやっていきましょう。ただいま。おかえり。お茶飲む？今に入ると先輩とおばあちゃんがお茶を飲んでいる。いや、今はいいです。あなたと星川さんにお茶のおかわりを入れられ結構飲むことになったのだ。あ、でもこれお茶受けにどうぞ。あ、いちご大福じゃない。もしかして小春日和？ええ、帰りによって朝話したけど早速いてくれたんだ。なかなか君も手が早いね。それ意味違いません？細かいことは言いこなすよ。いちご大福大好きなんだ。ごちそうさま。ならよかったです。喜んでくれたのなら何よりだ。あら、そのマフラーどうしたの？え、今日出るときマフラーしてなかったよね。ああ、いや、巫女姫から借りたマフラーをつけたままだった。慌てて外す。その瞬間わずかに甘い匂いがしたような気がして、その雪片付けてきます。ん？どうしたのかしら。じいちゃん手伝うよ。昼の間に屋根の雪を落としてくれていたらしい。雪下ろしなら俺やるのに。お前が来てくれたから少し張り切ってしまってな。じいちゃんが元気になってくれたのは嬉しいけど、これだと自分の来た意味がなくなりそうだ。今度はスノーダンプを水につけないようにせっせと雪を池に落としていく。朝池に落とした雪はすでに消えていた。寒いね。コートも着なければ寒いですよ、そりゃ。そうね、コートコート。なんで辺りを見回すんですか？そんなところにあるわけがない。ところがところが、見つけた。わわ、俺のコートのポケットに手を入れて。ぬくいぬくい。いや、ちょっと恥ずかしいですって。ああ、もう逃げちゃって。いや、逃げますよ。何するんですか。柔らかいし、いい匂いだから、だし、暖かかったし、ずっとくっつかれてもまともでいられる自信はない。ん？いちご大福のお礼？お礼になってないような。そうそう。それで学園はどうだった？しかもカレーにする。じゃあ、またポッケをまさぐろうか？それはやめてください。俺、男なんですけどね。どうも、そういう扱いではない気がする。それで、雪国の学園生活はいかがお過ごし？雪が多いってこと以外は今まで通りでしたよ。そっか。君は部活とかバイトとかしないの？この家の手伝いってことで越してきたんで、その辺は考えてないですね。あら、そうなの？せっかくだから何か始めてもいいと思うけど。何か？うん、おじいちゃんたちの手伝いで来たって言っても、君はそればっかりって必要もないでしょ。そう思ったのよ。それはいいな。じいちゃん？一緒に雪を片付けていたじいちゃんも話に加わってくる。でも雪国の生活もあるし、新しいことって言っても、俺はすでに2年も終わり、部活を始めるには少々遅い気もする。甘い。そうですか。甘い。そうですか。はあ。じいちゃんと先輩が似たような調子で否定してくる。なんか俺よりよっぽどソフト孫って感じだな。少年追いやすく学なりがたし、若い時の苦労は勝手でもしろとも言うし、一つにこだわる必要なんぞなかろう。苦労はあんまりしたくないけど。こらこら、茶化すな瑞希。要はわしらのことでいっぱいになって、青春を無意に過ごされてはかなわんということよ。ごめんなさい。でもおじいちゃんの言ってることももっともよね。せっかくの青春だもん。別に無意に過ごすとかそういうつもりはないけどな。ほう、では何か目的があるのか？それは正直ない。引っ越す前もなくて今もないのか俺は。
若い時といえば、うん、恋だな。恋？コヒって。そう、若い者が一番盛り上がることといえば、これを置いて他にあるまい。どうかな、水木は。いい話だと思うよ。君と恋か。私、初恋になるんだよね。おっと、そういうのは冗談でも危ないですよ、それは。はぁ？突然何言ってるんだ、この人は。何？そのはぁは。私と恋人同士になるの、そんなに嫌？いやも何も、昨日会ったばかりで何も知らないし。恋はノーリーズンよ。それに、君と一緒になれば下宿代タダになるだろうし。めちゃくちゃ役得狙いだった。なんて君のことまだまだ知らないんだから、当然でしょ。それさっき俺が言いましたよね。完全にからかわれてるな。お風呂沸いたから入っちゃいなさい。ナイス。はーい。それじゃ先にお湯いただこうかな。ああ行ってこい。うん、それじゃあなた一緒に入る？からかいなら間に合ってます。あら残念。それじゃあね。手をひらひらさせて入っていった。まったく。まあよかろう。何にしろ何かに興味を持つことはいいことだ。それはそうかもしれないけど。恋するのはいいが、するなら一人にしろ。浮気はいかんぞ。浮気はいかないぞ。うん、誰とは言わないけど。まだその話続いていたの？そりゃあわしだってひ孫が見たいからな。それは気が早すぎなんじゃないかな。まあ何にせよ一人に絞らんとろくなことにならんぞ。思えばわしも若い頃は愚かでな。あ、はい？なんか語り出した？あちらこちらの女子に声をかけていた。だが今のこれ、ばあさんにとっ捕まってな。その語り孫の前でするの？じいちゃんたちでどういう結婚だったんだ？だが捕まったのは体ではなかった。そう、心、愛を知ったのよ。意外と情熱的だったんだね。いや意外でもないのかな。ま、何はさておきだ。新しいことか。それが恋愛かどうかはわからないけど、何かを始めてもいい。いや、始めないと。そのために俺はここに来たんだから。はあ、息が凍りそう。ほんと、今日は冷え込んでますね。放射冷却というやつなのか、白い世界でも息の白さがわかるぐらいに寒い。今日はマフラーしてるんだ。ええ、さすがに昨日の寒さで凝りましたから。でも、昨日してたのじゃないのね。あ、ん？どうしたの？いや、なんでもないです。しまった。昨日借りたマフラーを忘れていた。借りたものだからすぐ返したかったんだけど。あ、神林先輩おはようございます。おはよう。どう？部活の調子は。もう今の時期が一番楽しいですね。放課後ゲレンデに飛び出せるって最高ですよ。見れば先輩が声をかけられていた。後輩かな？それにゲレンデって。ああ、そうか。ウィンタースポーツの部活があるのか。さすが雪国だ。おはー、みずき。あとで、英語の宿題見せてね。見せてもいいけど、私は安くないよ。うん、新作のお菓子買い集めてきたから、食べよ。やったー！わかってる！やっはー、みずき。寒くて困るね。ほんとね、困っちゃう。こんな寒いとのんきに歩いていられないわ。私先行くから教室でね。うん、後でね。先輩、知り合い多い。というか人気ですね。私もこう見えてなかなかやるものでしょ。こう見えてというか納得したというか、得意げに言われるけど事実だし、それで嫌味にならないんだから、得な人だな。
授業が始まれば真面目に勉強に取り込む。成績を下げないことは父さんたちとの約束だ。それじゃあここを高谷城さん180ページから読んでください。はい。巫女姫が刺されて席を立つ。特徴的な長い黒髪が広がるように揺れる。城下町は大名の居城を中心に武士の居住区、社寺の地域、商人、町人の地域に区画された。町人は総督修理が統括し、町ごとに置かれた名主が。聞き心地の良い声が広がっていく。予習をしてきているのか、もともと音読が得意なのか、歌うように読むその姿はしっくり馴染んでいる。実際他の授業でもスラスラと問題解いてたし、勉強できるんだよな多分。ほら早くプリント集めて。係の女子が授業で使ったプリントを集めている。ああ、乾の授業プリントって後で集めるからサボれないんだよな。そこ黙ってさっさと集める。もう夏休み時間終わっちゃうでしょ。とわわ、ありゃりゃ、プリントが床に散らばってしまった。慌ててみんなで拾い集める。あと落ちてるのは、これ。あ、顔を上げれば巫女姫がプリントを数枚持っていた。あー、ごめんなさい。受け取った女子学生が頭を下げる。巫女姫様にこんなことさせてすいません。あ、いえ。でもこれで全部集まりましたから、それじゃ持ってくね。そう言って女子が出ていく。巫女姫はそれを見送り席に着く。あの態度って敬遠されているというか姫様扱いなのか。見れば席に戻った巫女姫は本を読んでいる。硬いその表情は姫のように毅然としているようにも、寂しそうに肩を落としているようにも見えた。さてどういう感じなんでしょうかね。飯だ飯、行こうぜ。あー、ちょっと待て。教科書をしまって席を立ち、ふと見てみると巫女姫は一人お弁当を食べている。いつマフラーのことを話そうかな。今日見ている限りクラスメイトと必要以上に話した様子はない。そのせいでどうにもきっかけがつかめない。巫女姫か。近寄りがたい雰囲気を出して皆も遠慮して。そりゃどうしても一人が多くなるか。まあ一人になることを巫女姫自身が望んでいるなら、俺の考えって余計なんだよな。ん？どうした？学園2日目にしてもう気力消失か？巫女姫が子供と楽しそうに話しているのを見たせいか、どうにももやっとしたものが消えない。ユダみたいにいつもテンション全開ではいられないよ。今日の日替わりは焼肉定食だからテンション上がってるだけだって。安上がりな。小さな幸せを見つけられる男と言ってほしいね。な、お前もそう思うだろ？え？そうだな。うなずきはしたものの、考え事をしているせいか食事の味はよくわからなかった。昼飯も終わって一人トイレに寄って教室に戻る時のこと。小春ちゃんどうしたんだろうね。あれ、星川さんだ。2年の廊下で何やってるんだ。壁の掲示物を外そうとして。危ない。昨日いちご大福買ってくれたお客さん。まあそうだけど、その呼び方はちょっとごめんなさい、私名前覚えるの苦手で。何してたの？保険の先生に頼まれて保険だより張り替えてたんです。ああ、なるほど。掲示されているのは11月の保険だより。早めに12月のを貼ってしまおうってことか。ここに貼ってあるのがちょっと高くて。はいはい、よっと。壁に貼ってある保険だよりを外して手渡してやる。あ、ありがとうございます。そっち貼るんだろ。貼るよ。え、いいんですか？いいも何も、その方が早いからさ。はい。これ
ングです。へえ、やっぱりこっちでも手洗いうがいか。こっち？ほら、この辺って雪降ってるからあんまり乾燥してる印象がなくてさ。でもやっぱり手洗いうがいは必要ですよ。インフルエンザになっちゃいます。うん、そうだよな。どこだって健康に気をつけるのは一緒だよな。あ、画鋲を取ってくれ。はい、どうぞ。指に刺しちゃダメですよ。わかってるよ。よし、貼り終わりっと。見下ろせばじーっと見てくる星川さん。どうかした？ずれてる？いえ、その突然だったもんで。突然？あー、そうか、いきなり外しちゃってたな。悪い悪い。これで合ってる？ええ、もちろん。頼む前にやってくれたので助かっちゃって、びっくりしただけですよ。そっか、そうだったな、ごめん。いえいえ、どっちにしても頼むとこでしたし。ああ、いいな、男の人は背が高くて。俺もそこまで高いってわけじゃないけどな。というか、星川さんの背がちっちゃいだけなような。ん？今ちっちゃいって思いました？お、え？いや、でも女の子は小柄でも良くないか？良くないですよ。私も胸の分背が伸びて欲しかったな。なんか敵を作りそうな発言ですが、そう言って自分の両胸を揉みしだく。すると大きな胸は形を変えて、って胸を触ってるんじゃないよ。慌てて目をそらす。あ、そうでした。まだ貼るところもありますし、これで失礼しますね。手伝おうか？大丈夫です。私これでもジャンプ力はなかなかのものですし。と言ってピョンと跳ねると今度は胸が上下。わかった。それじゃあお疲れ様な。はい、お疲れ様でした。無邪気な声で返してくる星川さんだけど、全く警戒心がないな。さてどうしたものか。放課後ストーブの灯油を補給するよう担任に言われたのだが、灯油のある場所を教えてくれないんだもんな。どうしたもんだろう。シブもユダもすでに帰ってしまっている。巫女姫と目が合う。こっちを見てた？昨日話したし、他に話した人もいないし、場所聞くぐらいなら。あのさ、灯油の場所を知ってる？灯油の置いてある場所なんだけど。あの、私に聞いているのでしょうか？ああ、君に聞いてる。はい。あ、やっぱり聞いたのはまずかったか。ごめん、他の人に聞くよ。いえ、大丈夫です。ブンブンと首を大きく横に振ってくる。すごく必死だった。その校舎裏の離れ倉庫にあるのですが。そう、ああ、ありがとうな。いえ。なんだか申し訳なくなって、そのままいそいそ廊下に出る。校舎裏ってこっちか？場所はわからないけど、とりあえず歩き出す。あの、え？振り向けば巫女姫。いえ、その校舎裏、あちらから行った方が近いです。そうなのか、ごめん、よく知らなくてさ。あの、よろしければご案内しましょうか？え？いいのか？もちろん私は大丈夫です。威勢よくうなずかれる。ああ、それじゃあよろしく。わざわざ気を使ってくれたのかな。そんなわけで二人で歩き出す。校舎裏の倉庫まで行って灯油をポリタンクに入れてくる。無言で二人歩く。ここまでもほとんど会話がなかった。あのさ、離れって言うから、靴履き変えるのかと思ったら、屋根で繋がってるんだな。そうですね。
ああいうところって日の気があったら大変だから、やっぱり寒いよな。そうですね。いや、そのそうですね。会話が続かない。巫女姫も緊張してるみたいだけど、あのさ、灯油って手につくとなかなか匂いが取れないから嫌だよな。それなら食用油を手に揉み込んでから石鹸で洗えば匂いが落ちますよ。え？そうなの？はい。学園では無理ですけど、家で試してみてください。ああ、ありがとう。なんで？今のは反応が返ってきたんだ。あそこ、高社神社で働いてるんだよな。そうですね。今度は会話が終わった。なぜだ？あの、神社のすぐ近くに家があるので、そこに住んでいます。さすがにまずいと思ったのか、言葉をつなげてくれる。転校生さんは、どこに住んでいるのですか？ああ、俺？申し訳ありません。立ち入った話を。あ、いや、いいよ。山の内荘ってあるんだけど、そこに越してきたんだ。あそこの。珍しいですね。下宿で引っ越してくるなんて。いや、あそこの管理人が俺の祖父母なんだ。おじい様たちのお孫さんだったのですか？じいちゃんたちのことを知ってるの？巫女姫がよく知っているのか、それとも田舎独特のネットワークなのか。昔からよくしていただいています。そうだったんですか。うん。ほら、じいちゃんもばあちゃんも年だからさ、手伝いの人手が欲しいってことで来たんだよ。そうですね。雪国ですから、やはり高齢者の方は大変ですよね。わざわざおじい様たちのために引っ越してきたのですね。いや、そればっかりってわけでもないんだけど、しみじみ言われるとちょっとどころじゃなく恥ずかしい。あ、雪国って言えばマフラーなんだけど、ごめん、忘れてきちゃったんだ。今度ちゃんと持ってくる。あ、いえ、お気になさらずに。私は大丈夫ですから。そう言ってくれるのはありがたいけど、やっぱり言葉の端々に緊張が漂っている。ちゃんと話したのも初めてだし、そりゃ固くもなるよな。教室に戻って灯油を補給する。残っている人はおらず二人きり。満タンでいいんだよな。はい、いつもそうしています。結局教室に入ってから話せることといえば、灯油を入れる作業についてだけ。話題が見つからないまま給油が終わる。気まずい。それじゃあ俺、このポリタンク戻してから帰るよ。ですけど。俺が当番だからさ、気にしなくていいって。いろいろ教えてくれてありがとうな。いえ、お役に立てたのなら、嬉しく思います。あ、彦姫がほんの少しだけ笑った。それは雪の中、わずかにほころんだ梅を思わせて。すごく可愛い微笑みで。それじゃあ、お疲れ様。なんだか恥ずかしくなって、慌てて教室を出ることにした。お疲れ様です。言葉を伝える前に戸が閉じてしまった。久しぶりに校内でちゃんとお手伝いができて嬉しかったの。あの方はお礼まで言ってくれたのに。私、うまく話せませんでした。きっと話しづらい子だって思われた。これだから、皆様ともうまく話せなくて。巫女姫と呼ばれる立場から、自分に対して周りが一歩引かれていることは百も承知。でも、だからこそ、皆様と馴染めるように、お話ししたいって思っているのに。でも、わからなくて。いつも遊んでいる子供たちの感情や、神社に来てくれるおじいさん様やおばあ様たちの思っていることならわかる。だけど、学園の皆様は私を敬ってくれていて、それは嬉しい。でも同時にすごく緊張されていて。いえ、それは私も同じ。
緊張して何を話していいかわからなくなってしまって。ううん、そんなの言い訳。私ができないことに理由をつけているだけ。結局出るのはため息ばかりだった。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。まあ、今回はね、その巫女姫がね、ちょっとまあちょっと今厳しいっていうね、まあなんかまあね、ちょっとチヤホヤされちゃって、でもなんか緊張されちゃってちょっとね、壁を感じてる、だけど自分からも話したいっていうところにね、主人公がまあこう話しかけていってっていうところでしたね。はい、まあ、次回もねどうなっていくんでしょうかというところで、今日はねここまでにしたいと思います。まあ次回ね、まあまたちょっと間空くかもわかりませんが、まあね、よろしくお願いいたします。ということで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。